ウルティモドラゴンは、日本の男性覆面レスラー。本名、浅井義弘。愛知県名古屋市港区出身。血液型 B 型。だ。ドラゴンゲート所属。日本だけでなく、アメリカやメキシコでも著名な存在。得意技の一つ、ラケブラーダは、アメリカプロレス界では、浅井ムーンサルトと呼ばれているが、技名は、自身の本名、浅井から取られている。ザグレートサスケ。 スペルデルフィンと並び、ジャパニーズルチャの立役者の一人。プロレスラーの奥田圭介は老いにあたる。小学校3年生時に、テレビのプロレス中継番組でアントニオ猪木を見たことと、その頃チョキの側にいた、佐山悟に憧れ、プロレスに興味を持つ。名古屋市立工業高等学校卒業後、新日本プロレスの入門テストを受け、体力テストは、 クリアするも履歴書に1 7 8トルと身長を記入していたことがバレて体が小さいことを理由に不合格となるがその熱意は認められていたその後は日本ボディービルセンターの会長の下で手伝いをしながら会長から山本小鉄に紹介してもらい道場で練習しても良いと許可をもらい半年ほど道場に通い続ける 小鉄の内弟子というポジションで山本と関わったことから、ジャパン女子プロレス旗上げ戦を観戦しに、メキシコから来日したウワのカルロスマイネスと遭遇し、その際に、山本に、メキシコ行きをじきぞ、山本がウワ側とコンタクトを取り、アサイはメキシコに渡ることとなる。1987年に、メキシコに渡り、5月13日、イルタゴシューバ中華のウアのアレナアホシオンにてデビュー。 対戦相手は、ロス・ミッショネロス・デラム・ムウェルテ。パートナーは、畑広和、佐野直樹。1988年7月29日には、当時の最年少記録で、ウわ世界ウェルター級王座を獲得。1990年、ユニバーサル・プロレスリング・ハターゲに参加し、エースとして団体を引っ張る。1991年にオファーを受けて9月に、イムルに移籍し、 10月18日、覆面レスラー、ウルティモドラゴンに変身し、アレナメヒコに登場した。当時、イムルが、WWF と提携関係にあったことから、日本国内でも、WWF と業務提携していた SWS に、主戦場を移し12月に、SWS の東京ドーム大会に参戦。これがウルティモドラゴンに転身後において、日本初試合となった。 1992年の SWS 崩壊後は、ウォーに入団し、11月22日、新日本プロレスの IWGP ジュニアヘビー級王座を獲得。1993年の年明け1992年度プロレス大賞、技能賞を受賞。1994年11月には NWA 世界ミドル級王座を獲得。1996年より、 WCW に、進出、10月11日、王、大阪大会にて、IWGP ジュニア王座を含むジュニア八冠王者となり、10月28日には、天竜源一郎と、荒谷信孝をパートナーに、王認定世界6人、タッグ王座も獲得している。この頃は、メキシコアメリカ、日本と国内外で、活動、1997年2月1日、 WCW と正式契約を結び、4月に WCWTB 王座を12月には WCW 世界クルーザー級王座を獲得。一方で5月には後日のプロレス学校を設立。1998年7月頃、WCW での試合にて負傷した、左ひい関節のため7月22日にアメリカで手術を受けるが失敗してしまい神経を損傷。 レスラー生命の危機となる。8月の東竜門自主工業で無期限欠場を発表。1997年にメキシコナウカルパン市にリチャドール養成学校ウルティモドラゴンジムを設立、東流門の旗揚げ戦を行った。1999年、兵庫県神戸市中央区に東流門ジャパンを設立。その後、 2002年11月12日にメキシコイルダゴシューパチューカにて現役復帰し12月20日の東流門後楽園大会で日本復帰戦を行った2003年5月に東流門にてシーマとの指定対決を終えると6月24日 WWE 正式デビュー2004年にはレッスルマニア20に出場その後4月13日に WWE を退団し 7月以降は、道の区プロレスに参戦。18日、荒崎人生をパートナーに、初代東北宅王者となる。7月4日に、登竜門ジャパンが団体名を、ドラゴンゲートに解消して、登竜門から独立すると、個人で2度の自主興行を、後楽園ホールで行う。10月14日には、ウルティモドラゴンのキャラクターを封印すると、宣言。 2005年より2代目ザ・タイガーに変身して活動した。しかし2006年にはウルティモドラゴンを復活させる。2008年11月ドラディションに参戦し NWA インターナショナルジュニアヘビー級王座を獲得。またこの頃ヨーロッパのイに参戦しイタリアやフランスで試合を行っていた。2010年封印扱いにしていた。 NWA インターナショナルジュニアヘビー級王座を復活させ、これを獲得。同王座は2012年にも3度目の王座を獲得。12月には、道の区プロレスにて気仙、沼、ジローラモをパートナーに東北タック王座を獲得。2013年12月15日、全日本プロレスにて世界ジュニアヘビー級王座を獲得。2015年には、 金丸義信をパートナーにアジアタック王座を獲得。2017年5月27日、アレナメヒコで開催されたデビュー30周年記念大会において、在メキシコ日本大使からプロレスを通じた日牧親善活動を称えられて、在外交館交換長表彰を受けた。2019年7月21日、吉野正人による熱い呼びかけに応える形で、ドラゴンゲートに、 初参戦。その後もドラゴンゲートに継続参戦していた。9月29日、最高顧問及び特別契約選手としてドラゴンゲートに入団。メキシコ仕込みのルチャリブレ札幌を日本に持ち込み、自身も得意とする傍ら日本式スープレックスやカンフーをモチーフにしたキックをメキシコやアメリカで披露している。ここでは代表的な技のみを列挙している。以下は、 第2大ジュニア発刊王座として大冠週刊ゴング2004年9月15日号に掲載されたマスクコレクション特集でウルティモドラゴンが取り上げられた際にこのキャラクターの誕生秘話をドラゴンイコールアザイとオファーを出したアントニオ・ペーニャが証言している。イムルからのオファーはアザイをマスクマンとして使うというものであり、少年時代から初代タイガーマスクである。 佐山聡サに憧れていたアサイは、ここで夢を実現すべく、タイガーマスクになりたいと希望を出していた。結局、メキシコ人の日本人に対するイメージは、虎ではなく竜であることを重視して、新キャラクターである、ウルティモドラゴンとなった。しかし、その後も、アサイはメキシコでは、ドラゴン、日本では、タイガーマスクというプランを考えていたが、ザグレート歌舞伎のアドバイスで、 ドラゴン一本にしたとのことである。それから14年後、リアルジャパンプロレスで念願のタイガーマスクとなっている。ありがとうございます。